クラレンス・ウィリアムズ3世はアメリカ合衆国の俳優、ニューヨーク出身、アフリカ系アメリカ人。テレビドラマ、モッズ特装隊にリンカーン・ヘイズ役でレギュラー出演、大きなアフロヘアーで強烈な印象を与えた。父親はミュージシャン、祖父、クラレンス・ウィリアムズ1世はジャズブルースミュージシャンで、祖母、エヴァ・ターナーは歌手、女優だった。 幼少期はこの祖母の下で育ち、ハーレムの YMCA が運営する劇場で演劇に興味を持った。その後、第101空挺師団に2年間パラシュート兵として従軍した後、演劇の世界に入った。ブロードウェイでは、ザ・ロング・ドリームで初登場した。その後も、ウォーク・イン・ダークネス、サラ・ザ・サックス、ダブル・トック、キング・ジョンなどに出演している。 1966年には、ブランダイス大学で、アーティスト・イン・レジデンスに従事している。ウィリアムズが、テレビでブレイクしたのは、ABC の人気カウンター・カルチャー警察テレビシリーズ、モッツォ特捜隊の潜入捜査官、リンカーン・ヘイズ役で、同じように無名だったマイケル・コールや、ペギー・リプトンと共演した。1973年に、シリーズが終了してからは、コメディ、 SF、ドラマなど、舞台や映画で様々なジャンルの作品に出演した。そのキャリアは40年以上に及び、プリンス、パープルレインではミュージシャンでもあるプリンスの苦悩する、父親役、超現実的な TV シリーズ、ツインピークスでは、レギュラー出演、ディープカバーでは、善良な警官役、ミニシリーズ、ウォール・オブ・アッティカ、史上最大の刑務所暴動では、ボート役、シュガー・ヒルでは、 ウェズリー・スナイプスの科学的依存症の父親役などを演じてきた。テレビでは、ヒル・ストリート・ブルース、カナダのカルト作品、ザ・リトリスト・ホボ、マイアミ・バイス、ハイウェイマン、バーン・ノーティス・モト・スパイの逆襲、エブリバディ・ヘイツ・クリス、ジャスティ・ファイド・オレの正義、ロー・アンド・オーダーなどに出演している。映画では、デス・ポイント、非常の罠、エディ・アンド・マーティンの闘争人生、ザ・クール・ワールドス、 クールワールド、ディープカバー、テイルズ・フロム・ザ・フット、ハーフ・ベイクと、奴らに深き眠りを、将軍の娘、エリザベス・キャンベル、レインディア・ゲーム、クローンなどに出演している。海の上のピアニストでは、初期のジャズ・ミュージシャンであるジェリー・ロール・モートンを演じている。また、1997年に公開された TNT の映画、ジョージ・ウォレスでは、ジョージ・ウォレスの架空のアフリカ系アメリカ人の出自や、 世話役として脇役を演じている。モッツ特捜隊でのクラレンス・ウィリアムズ三世。左のグロリア・ホスターとは当時結婚していた。2003年から2007年にかけて、ウィリアムズはホールマークチャンネルで放送された映画ミステリー・ウーマンシリーズにフィルビー・クロス役でレギュラー出演していた。全11作品のうち第1作目を除くすべての作品に、 ケリー・マーティンと共に出演しました。第7作では、モッド・スクワットの共演者であるマイケル・コールと再会した。映画、アメリカン・ギャングスターでは、バンピー・ジョンソンを演じた。2005年から2007年にかけて、ウィリアムズは、ディズニーシリーズ、アメリカン・ドラゴンで、アンダム・議員の声を担当し、またレギュラー出演した。1967年に、女優のグロリア・ホスターと結婚。 二人は、モッツ特捜隊で共演した。1984年に離婚するが、交友関係は2001年に、彼女が死去するまで続いた。2021年6月4日、結腸がんのためロサンゼルスにて死去。81歳没。ありがとうございます。